小具足とは、表具日本の甲冑において、その主体を成す鎧、兜、袖以外のものを指す。具体的には、小手やすねあたりなどのこと。柔術の意装の一つ。詳しくは、小具足。ただし、都手による武術ではなく、短い脇差しを用いた技術を示す場合が多い。ここでは、1、の小具足について記す。日本における、平安時代以降の具足は、主として、 甲冑と将具足に分けることが可能である。将具足の多くは、鎧かぶとでは保護しきれない手足や顔といった箇所を攻撃から守る性格を有している。方言物語をはじめ、太平記など多くの軍記物語や、合戦絵図などに将具足は登場している。ただし、時代によって微妙に異なり、籠手とすねあたりを基本としつつ、12世紀には表狂いが、 14世紀には頬あたりや喉は、灰立ての類が追加されるようになった。喉はを着用した男性免具着用者の顔を保護する。主なものとして、額と頬を保護する、半首、頬と顎を保護する、半頬、目から下を保護する、目の下頬などがある。下部に、しでと呼ばれる部品をつけて、喉も保護できるようになっているものもある。 半主以外を総称して、綿棒と呼ぶ、詳細は表具を参照のこと。喉は着用者の陰口部や銅の上部に生まれる隙間を保護する。よだれ剣とも。有字状の鉄部品に表具の指でをつけたような形状をしており、首にかけて着用する。江戸時代には首にかける部分が縦襟状に伸びているものが生まれ。 クルワと呼ばれた、マチらマチら着用者の首から肩を保護する、西洋の甲冑のゴルゲットに相当し、オランダ語のマンテルに由来すると言われる、ワイダ教鎧を着用した際にできる、胴体右側の感激を保護する、右の腹部を塞ぐ、つぼ板と、そこから草刷りを垂らした形状を取る、脇あたり着用者の脇の下を保護する、脇引きとも呼ばれる、室町時代頃に発生した、 肩からかけて着用する。構成部品は、札や板、鎖などがある。小手着用者の腕部を保護する。家地と呼ばれる筒袖状の布に、金属や革の板や鎖を取り付ける。詳細は小手を参照のこと。亀甲灰立灰立て着用者の腿部を保護する。膝鎧とも、腿部を保護する防具は日本では、古墳時代から使われていたと考えられるが、時代によって形式が変化している。 平時物語絵巻には小型の草札が複数に分かれた形状のものを着用している姿が見られる。すねあたりと甲架けすねあたり着用者のすねを保護する。後に縦上げというものが付けられ、膝も保護できるようになった。大きく分けて古い形式である筒すねあたりと新しい形式である死のすねあたりの二つに分類される。詳細はすねあたりを参照のこと。 甲うけ着用者の足の甲を保護する、甲剣とも書かれる、室町時代に発生した、旅の甲の部分を、鎖で繋げた金属や革で覆ったような形状を、している、右から三人目に小不足姿の人物が見える、ひたたれにこて、すねあたり、わいだて、かご着用した状態を言う、あとは鎧兜を身につけるだけ、という戦闘に臨んだ軽武装形態である、人中で、いつでも、 甲冑を身につけられる状態のままくつろぐ際などに、とった、ありがとうございます。